こんにちは、よぴしゃんです。今回は材料4つを混ぜてレンチンして冷やして終わりなダイエット中も食べれるガトーショコラを紹介します。いただきます。ちょっとやりすぎたな。こんな感じ。うん。ここめっちゃいい感じ。ただ上がちょっとやりすぎた感ありますね。でも味はあっさりめのガトーショコラって感じで、めっちゃ美味しい。ありがとう。うん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 。美味しいよな、うん。なんかあっさりめのガトーショコラって感じじゃない？うまいよな、うん。ちょっとやりすぎたけど、うん、ちょっとチンしすぎたけど、普通に美味しいよな。うん、これが上部分やねんけど、チンした、うんうんうん。ちょっとやりすぎてんな。うんうん。でも美味しいよね。うん、いいね。で、ちょっと濃厚やしな。うん。めっちゃガトーショコラの味じゃん。これ多分中にチョコレート入れたらもっと美味しいやろな。混ぜるときに？うん、あの混ぜてで中にあの板チョコみたいな埋めたら美味しいやろな。美味しい。何それ飲みたいんだけど。カフェインですコーヒー。これまたちょっとちゃうやつ。あ、美味しいね。苦味があんまない。お茶系な感じ。うん、うん、うまいね、うん。めっちゃ可愛いんやけど。うん。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければいいね、コメント、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。